ドラゴンボールゼノバース2が任天堂スイッチに登場。テレビの大画面で白熱のバトル。外に持ち出していつでもどこでもプレイ。ジョイコンをシェアして気軽に対戦。任天堂スイッチならではのさまざまなプレイスタイルでゼノバースワールドを遊び尽くせ。最近また急に歴史の改変が起きるようになって、老海王神様とあなたにも手助けをお願いすることになったんです。誰もが知っている物語が壊されていく。君はドラゴンボールの歴史を守るタイムパトローラーとして激闘の世界へと飛び込む。過去未来さまざまな時空へと旅立ち、悟空たちと共に戦え。今回はなかなか楽しんでもらえると思うわよ。広大な拠点コントントから任務へと出発。街を歩いているとイベントが発生することも。潜入捜査ではナメック星やカプセルコーポレーション、時にはフリーザ軍に志願し、ここでしかできない体験が可能に。君の分身となるアバターは外見、種族など細かく設定できる。各種族が持つ覚醒技で様々な姿に変身。それぞれの特性を生かしバトルを有利に進めろ。さらに機弾を自在にカスタマイズすることも可能。自分好みの戦い方を極めろ。恐ろしい気を感じる。何かが来ます。気をつけてください。さらなる脅威が君たちに襲いかかる。任天堂スイッチを持ち寄って最大6人の危険度マックス大型任務に挑め。洗脳により味方が敵になる不測の事態も発生。チーム全員で助け合い危機を乗り越えろ。オンラインで遠く離れたプレイヤー同士共闘することも可能。全世界の仲間と協力して強敵を打ち破れ。画面に表示されるアイコンの動きに合わせてジョイコンを操作すれば、憧れのあの技を自分の手で繰り出せる。ジョイコンを使って超大型機弾を跳ね返したり、フロートを乗りこなすこともできる。任天堂スイッチでゼノバースの世界はさらに広がる。憧れた時は過ぎ、あの仲間たちと一緒に戦う時が来た。ドラゴンボールの伝説を、そして未来を君の手で守れ。ドラゴンボールゼノバース2 for 任天堂スイッチ。期間限定特典はゼノバース2からでも安心、レジェンドパトロール。前作ドラゴンボールゼノバースのメインストーリーであるタイムパトロールを遊ぶことができる。早期購入特典で総勢87キャラクターを誰よりも早く使いこなせ。バンダイナムコ